アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますはい、こんにちはポロです今日はですねインターネット最後のサンクチュアリというテーマでお話していきますサンクチュアリというのは正義という意味ですねで、このインターネット最後のサンクチュアリというのがこのポッドキャストです まあいろんな情報発信のね、プラットフォームありますけど、まあ、そういったところを見ていて、まあ、どういうね、印象を持っているかということですけど、ほとんどがですね、もう売り込みばっかりなんですよね。Facebook も自分の商品とかね、セミナーの売り込みばっかりだったりとか、インスタグラムもそういうのが多いですね、勧誘だったりとか。アメブロなんかも、 すごいですよね。もう露骨に売り込みばっかりとか多いですし、YouTube も、はい、どうも、みたいなね、もう作り物感バリバリの動画で結局何かにね、誘導する、LINE 登録してくださいとかね、そんなのばっかりだし、メールマが送ってきたかと思ったら、毎回商品のね、宣伝ばっかりだったりとか、それこそ LINE も商品の宣伝ばっかりだったりとかね。 もうどこ行っても売り込み、売り込みばっかりですよね。で、ユーザーもですね、もう飽きてきてるというか、まあ当然免疫ができてるっていうのもあるんですけど、それだけではなくて、もううんざりしてると思うんですよ。そういった売り込みばっかりに。特にこう、まあこれは僕個人のね、えー、僕だけかもしれないですけど、 Facebook とかね、ほぼもうなんか利用価値ないんじゃないかなってぐらい、それは一般ユーザーとしてですよ。利用価値ないんじゃないかなってぐらい、売り込みかどうでもいいプライベートの情報発信か。自分の友達ならね、プライベートの情報発信って、あ、今こんなとこ行ってんだとかね、興味ありますけど、あまり関係性の深くない人のプライベートの発信とか見ててもね、まあ何にも興味を示さないというか。だからそういう情報って 発信価値提供をしているような人ってほとんど見かけなくて、まあ、YouTube に関しては有益なねノウハウとかっていうのはたくさん見つかると思うんですけど純粋にただ情報発信だけじゃなくて結局そこから誘導にねつな、えー、がっていたりとかそもそも作り物感バリバリでなんかうさんくさいなとかねこれも見たことあるなみたいななんかそういうような動画も多いと思うんですよ。 だけどこのポッドキャストでそんなゴリゴリにですね、売り込んでいるまあチャンネルってないと思うんですね。ないというか、あっても多分うまくいってないと思うんですよ。最近はこう広告がね、挿入できるようになったんで、そういうね、広告が流れることはあったとしても、配信者本人がですね、収支売り込みをしてるみたい, <laughs> みたいな、そういったことはないんですね。まあ、そういうい 発信、そういうエピソードは聞いてもらえないと思うんですよ。売り込みとか宣伝って見てても面白くないじゃないですか。コマーシャルもそうですよね。だからみんなコマーシャル飛ばすわけですけど、面白くないんですよ、聞いてる側は。だから、まだ YouTube とか、ああいう資格要素があるものに関してはね、編集でなんとかつなぎ止めたりとかね、できますし、まあ、SNS に関してもですね、 何ううて言うんですか、たくさんの人が発信してるんで、完全にそのね、えー、プラットフォームを使わなくなるということはなくなることはないと思うんですけど、ポッドキャストっていうのは、結局、音声を聞くまで、どこで何を話してるのかっていうのがわからないんですね。だからそのエピソードを再生してみて、ずっとなんかその人のね、商品の宣伝とかばっかりしていたら、 おそらく途中ででもう止めると思うんですよ。ポッドキャストってこうリスナーにストレスを与えてしまうと離脱が起こるんですね。だからなかなか話が進まないとかイライラしますよね。そういうようなエピソードっていうのはやっぱり途中で止められてしまうし離脱が起こってしまう。そして何かしらを学びたいっていうまあそういう意識の高い人が聞いてるのでこう売り込みばっかり。 自分の宣伝ばっかりだったら、あ、これも役に立たないな、なってしまうんですね。だから、例えばメルマガとかで来ても、まあ、軽くスルーすればいいわけじゃないですか。ちょっとさーっと読んでみて、あ、なんか売り込みだぐらいでいいわけですね。YouTube もね、ある意味まあ、その見たいとこだけ飛ばして、5分後ぐらいからこう再生開始したりとかね、そして見たいとこだけ見るとかもできるし、まあ、別にこうスマホを取り出してね、停止ボタンを押したりとか。 できるわけですけど、ポドキャストはがら聞きをしている人が多いので、途中で止めたくても止めれない。車運転中とかね、だったらできないわけですよ。ってなると、ひたすらその売り込みっていうね、まあ、地獄を味わわないといけないわけですよ。ひたすら興味のない話を延々と聞かされるっていうね、まあ、拷問に近いようなね、体験をしないといけないとなると、まあ、ストレスとか不快感がね、すごいわけです。ってなると、もうそんなチャンネルは聞かないっていうふうに、 ななるんでで、まあ、うまくいかないかわけですねだからほとんどのポッドキャストっていうのはやっぱりその価値提供とかねそういった役に立つ有益な情報を発信している売り込みはほとんどしないわけです売り込みができないこともないんですけど相性としては非常に悪いんですね売り込みしてもなかなかすぐにコンバージョンしないっていうのがこのポッドキャストなぜならやっぱり みんな長らぎきしてるからすぐにクリックをリンクしたりとかね、そういったアクションを起こしづらいんで、アクションを起こす頃にはもう忘れちゃってるみたいなねことがあるんで、セールスっていう点においては他の媒体よりもね、すごく使い勝手が悪いんですけど、信頼構築とかっていうところにおいてはすごくいいわけです。それこそさっき LINE とかね、メルマガみたいな話をしましたけど、例えばメルマガって毎日読んでますかおそらく、 複数の人もです、ね、メールマガを取ってるって人がほとんどじゃないかなと思うんですよ。5人とか10人とか。そうすると、メールの受信箱を開くと、たくさんの人からメールが来てこう、まあ、埋もれてるわけですね。だからよっぽどその人のファンとか興味があるんあれば、毎日、ね、届くメールを欠かさず読むと思うんですけど、でもやっぱり埋もれてしまうと読みきれないから削除されてしまったりとか、あるいはメールを送ったことすら気づかれない。 可能性があったりとかするわけですね。だから毎日欠かさず、このメルマガを読むっていうこともあまり起こりづらい。だからこう開封率が低かったりとかね、するわけですけど。じゃあ LINE はどうかってね。LINE は確かに開封率っていう点においては、メルマガよりも高いと思います。日本にいれば LINE をコミュニケーションツールとして毎日のように使っているので、そこにメッセージを送ればですね、当然開封率は高くなると思います。でも 毎日ですね、そういう、まあ、友達でもないような人から、しかも売り込みばっかりの LINE が届いたら、まあ、うざいって感じる人の方が多いと思うんですね。で、ブロックみたいな、すぐにブロックされてしまったり。そうするともう永遠に情報が届かないわけです。だからメルマがもう毎日読んでくれない。LINE も簡単にブロックされる。では、ポッドキャストはどうかっていうと、ポッドキャストは毎日聞きますよね。基本的に。毎日配信してるんであれば、 毎日聞きに来るでしょうし、しかも相手から自発的に聞きに来るわけです。メルマガ LINE っていうのはこっちが送って、別に相手が自発的に見たいと思って見てるのではなくて、来たからなんか見,見てみようかなみたいな感じになってるわけですよね。それがだから全然違うわけですよ。ある意味、メルマガよりもポッドキャストの方が効果があるんじゃないかなってぐらい。 毎日聞きに来てるわけだし、最初から最後まで話を聞いてくれるわけだし、濃い情報も出せますよね。メルマガとか LINE っていうのは文字情報ですけど、ポッドキャストっていうのはね、まあ音声なんで、まあ、非言語情報が多いですから、その分、まあ信頼構築、ファン化っていう点においても、テキストバイターよりもやりやすいっていうことを考えると、ひょっとしたらメルマガよりも、ポッドキャストの方が効果あるかもしれない。ただ、 でセールスっていう点に関しては不向きなので、セールスはメルマガとかでね、行った方がいいかなと思うんですけど、でもやっぱりこう、インターネット上のね、さまざまな媒体を見回してみても、特に日本の場合ですけど、もうとにかく売り込みばっかり、もう疲れてきて、慣れてしまってもううんざりみたいなね、人はきっと僕だけじゃなくて、ねえー、たくさんいると思うんです。そういう時に、ポッドキャストに来ると、 まあそういいっった売り込みとと、か宣伝がほぼないってなてると、ね、あここはすごく居心地がいいなとストレスなく情報発信を聞くことができるなというふうに感じるようになると思うんでこれからまあそういうねもう疲れてしまった人たちがそういう自分のねまあ安住の地じゃないですけどストレスなく情報を聞くことができる媒体を求めてポッドキャストにねやってくるんじゃないかなと。 まあそんなに急激に増えることはないのかもしれないですけど、間違いなく今後ね、ポッドキャストの利用者、ユーザー、リスナーっていうのは増えていくというふうに僕は考えています。